はい、えー、こんにちは。7月の26日木曜日の日替わり竹部でございます。えー、本日早朝でございますけれども、お当初の寄り付きと合わせて、えー、株式の番組の方に出させていただいたんですが、ちょっとこちらの方をご覧になっていただけますでしょうか。えー、その番組でですね、えーまあ、株式市場に与える、まあ、大きな影響、まあ、材料としては、為替レートのお話しさせていただいたんですが、ちょっとこのチャート、まあ、こういった形でのグラフで示させていただく時間がちょっと制約的に、えー、時間的な制約でちょっとできなかったので、日替わり竹部の方でご案内させていただこう。 かと思いますこれをご覧になっていただければ非常にシンプルだと思いますが、要は、1ドル78円台割れ、77円台になると、介入、まあ、まあ、介入という言い方していいのかもしれませんが、介入もしくは金融緩和というような形で、えー、円、高、株、安というものを反転させるようなことを行ってきましたね、というような示すチャートでございます。えー、そういった意味では、えー、今度は8月の9日に向けてですね、えー、 それも円高株安をなんとか反転させて円安 株高というような形で金融緩和をする可能性があるんではないですかねというようなご案内でございます。じゃあそれどういうことかということなんですが、去年の8月、そして10月下旬から11月の円売り介入というのはございましたが、これに関しては米国の為替報告書、もしくは ECB の総裁から昨年末、そして本年の初めにかなり批判的な力強いですね、まあ、県政のコメント、発言があったというところでございました。で、それを受けての 日銀の2月バレンタイン緩和というものがあった経緯というふうにして見ておりますのでそうなってきますと、やはりこの夏ですね、まあ、欧州債務懸念からの円高バイアスというのがかかってますけれどもつい先だって、まあ、今週の初めでございますけども野田首相と日銀総裁の 朝食会合という報道がございましたけれども、それはですね、まあ、ひょっとしたらでございますけれども、財務省における円売りというような施策がかなりですね、制約を受けているというような状況の中では、円の金融緩和、まあ、各国、まあ、現在先進主要国、金融緩和というような流れになっていますので、7月見送った経緯の中では、8月の9日に向けてはですね、まあ、政府筋から大きな意思が、 日銀サイトの方に示されたのではないかなというような観測があるわけでございます。えー、そういう意味でまだ8月9日に向けては日に何日か残っているわけでございますけれども、えー、現在の円高、 株安とういうものに対しての、ひょっとしたら最終局面かなというような見方も、これ私可能なんではないかなというふうにして見ております。夏相場、これから本格的に入っていくわけでございますけども、そういったですね、マーケットの動き、十分ご留意していただいて、リスク管理の徹底度のほどよろしくお願いいたします。以上、7月の26日木曜日の日替わり竹部でございました。